超革命外野守備三日月ゴロ捕球。なるほどなるほど、はい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 。先日お届けしました国吉監督率いる SWBC ジャパン B チームの練習日の日、この日別の場所で実は私ライパチが所属する SWBC ジャパンアカデミーも練習しておりました。ちなみにジャパンは徳さん添えが所属するトップチーム、国吉監督が所属する強化チーム、ライパチ所属する野球が上手くなりたい選手の集まりアカデミーの3部構成となっております。この日は3グループに分かれて効率よく練習です。まずバッティング、そして基礎トレーニングです。ひたすらインターバル走を行いました。周りは20代の選手が多い中、私も必死に食らいついていきました。とにかく下半身をいじめるか、基礎体力あっての技術向上という考え方ですね。そしてその後は守備です。内外野に分かれ、その形外野手はこのようにまずは配送です。改めて捕球体勢を確認いたしました。続いてゴロ捕球練習を行ったのですが、この日ライパチ的に最も勉強になったのがこのゴロ捕球へのアプローチの仕方です。教えていただいているのは同じアカデミー所属の高知県プレイヤーの望月選手。ゴロ捕球の際の入り方とグラブの出し方を教わりました。ライパチ的には全身から鱗でしたので、はい、というわけでゴロ捕球です。はい、外野練習、ジャパンでちょっと練習したんですけども、はいはいはい、なんかそれがすごくユニークで面白いなと思ったんで今日やりたいと思います、なるほど、はい、お付き合いいただけますでしょうか。今日だけで本当に今日だけでいいですよ、はい、早速、はい、どんな練習をしたの。正面の正面に転がってくる外野のゴロのアプローチの方法です、うん、で、まあ、全部受け売りなんですけど通常正面にこうはいはいはい、グラブをこう縦に、はいはいはい、そうだね、うん、縦に入れるよね、使うじゃないですか、うん、こうやって持って投げる、はいはいはい、で僕どっちかというと、うん、その取って投げる時の癖がちょっと上に、うんうん、飛び跳ねる癖がある。そうだね、で投げる方向とは逆じゃないですか。そうだね、本当は前に前にこう力を持っていかなきゃいけない、うん、っていうのもあって、うん、ちょっと力がロスされてるんじゃないかと、ほう、ロスこともあり、うん、転がってくる方向に対して、うん、少しこう、お、こっちへ、お、気持ちです、うん、気持ちこっちから、はあ、でこう攻めていき、うん、で取る瞬間のグラブの動きは縦ではなく、うん、あの徳さん前にやったグラブの面、はい、面だね、うん、ここに当てるようなグラブの使い方で少しこう横、うん、へえ、まあ、横って難しいんですけど、こう、うん、ちょっと斜めにこう入っていくような、はい、面で捉えつつも横に グローブを持っていくと、はい、こういう動きをとる、はいはいはい、でそうすると、うん、外野の送球動作に、うん、このまま入っていけるという。なるほど、低い体勢というか、はい、その勢いのままにいけると、はい、こうではなくこういける。なるほどなるほどなるほど、早速ちょっと見せていただいていいですか。お見せしましょう、はい、はい、それではパチが今外野に向かっておりますが、外野の、まあ、面取り縦より横と、はい、行きます、はい、おう、はい、今のは普通でもまあパチだからかもしれないけど、なんかぶつかってる気がするな、正面は、まあ、前からだけども、うん、慣れるためのこの、はい、うんうん、はい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 、うん、はい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 、はい、まず打球に対してこのようにボールの左側から膨らみながら詰めていきます。そう、まるで三日月型のようにこの形をイメージしながらボールを取りに行き、その際面で、そしてグラブを横に使うようにキャッチします。その横への勢いを使ってそのまま送球へとつなぎます。うん、ぶつかってない気がするな。
多少横から入ることでもしかしたらぶつからなくなるのかもわかんないですけどね。はい、おお。直前からじゃなくてスタートの時からボールに対してボールを体の右側に置く感じよね、もうね。なんか、いやでもなんかぶつかってないのはわかる。うまくボールに入ってってる感じはわかる。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい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 。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい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 。今のはね、上下動してなかったね。うん。うん。ああ、なるほどね。はい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 。ボールのラインに対して、今まではこう取ってたけども、左側で取ったけども右側に置いて取りに行こうとすることでイレギュラーしても、まあ、体が面がそこに入ってくるし、はい、エリアに。あ、でもなんかさ今意図的に膨らんでたね。でもなんかボールへの入り方スムーズだった。さっき僕さん言ったように使わないですよ。だからそういうのは内野手と一緒だな、うん、内野手もやっぱ正面でいくとぶつかるけども少し半身でこう、まあ言ったら内野手はグローブ側にボールを置きつつ呼吸の時に左足の前ぐらいそのイメージでいったら正面で入って常に入れるというあれだから、その外野側やな、本当に。そうですね、すごいね、新しい新しい。どうでした？面白いんじゃない？だからこう新しいというかただ理にはかなっている気はするわ、うん、正面だとやっぱさっきも言ったけどぶつかる、はい、そのボールに対してこう正面だとぶつかる。自分に対してこう入ってこうなるわけだね。こうなってくるわけだからやっぱ距離感もバットの先端からここまで大体どれくらいの長さか分かる。 あこれぐらいだって言ってプレッシャーかけれるかもしれないな。その通りです。いやいや望月さんが言ったんだろ。そうそうそう、あなた別にそうイエーとかってまあ賛否両論あるかもしれないけど、はい、まあ、一つの練習方法としてそうですね、全然大ありじゃないかな、はい、賛否両論ありますが非常にためになったよというわけで外野ゴロ捕球練習でした。新たな発見があるとまた野球が楽しくなりそうです。いやみんなアップルショップお知らせだよ。ゴールデンウィークお出かけするにも服が必要だよ。裸だと捕まっちゃうよ。ハハ、ハピネスはここにあるよ。 It's me Mario。